するとするとは、ブラジルの打楽器である。主にサンバやボサノバなどのブラジル音楽全般で使われる。種別的には、幕名楽器に分類される。リズム上では、ドラムセットのバスドラムに相当する。筒状の大太鼓で、上下に、比較やナイロン、またナパといわれる、合成比較が使われる。これを、タラバルチで肩から吊るして演奏する。また、本来は18インチの大きさを、 スルドと呼んでいたが、様々な大きさのものが作られると、それに合わせて名称がついた。したがってスルドはインチによって呼び名が変わる。なお楽器メーカーによって名称が異なるものがあるが、正式な名称は以下の通り、ポルトガル語の本、バテリア、オーコリスオダイスコラデスサンバ、ページ74また現在、サンバできっかけを出す楽器をヘピーキと呼称しているが、当初は、 鋭字ヘッピー機と呼称されていた。サンバは基本的に二拍子の音楽であるが、鋭はこの基本的なテンポを刻む楽器として演奏される。一人で演奏する場合、片手でバチを持って叩き、もう一方の手のひらで軽くミュートするか、リズムを軽く取って演奏する。二人以上で演奏する場合は、一拍子目と二拍子目をパートで分ける。楽譜上に表記では、セグンダが最初の音になるが、 サンバはもともと2拍子目が基本的なリズムであったため、これをプリメーラという、あとに1拍子目が演奏に加えられるようになり、これをセグンダと呼ばれるようになった。サンバはしばらくこの2拍子が中心であったが、次第にその中間にもリズムが入れられるようになった。これをテルセイラと呼び、リズムをスイングしたり、カットさせる働きが加えられ、演奏の幅が広がった。 サンバにおける鋭の役割を整理すると次の通り、このようにサンバのリズムはプリメーラ、セグンダ、テルセイラの3つで基本的な音が構成されている。また鋭は本来はプリメーラとセグンダに対しテルセイラを2倍から3倍の人数編成とするのが常識的である。例えばプリメーラとセグンダ各5人だとするとテルセイラは10から15人となる。 これが最もベーシックで正しい人数編成であるとされる。なお、鋭の演奏に使うバチは、日本では一般的にマレットと呼ぶことが多いが、マレットは木琴や鉄筋楽器、またティンパニで使用するバチを意味し、これは正確ではない。ブラジルでは、本来は木槌を意味していたマセタと呼ばれるのが通例となっている。リオのカーニバルにおけるパレードでは、比較を使うことが常識となっている。なお、 自然比較は水に弱いので、雨が降りそうな場合は、川の上に薄いビニールを貼って対策する。これに対し、日本では、気候温暖の変化が激しいこと、また、費用の安さ、比較的チューニングしやすいことなどから、ナイロンヘッドもしくは、ナパヘッドが多用される。しかし近年では、ブラジルの様式に習い、ナイロンや、ナパよりも、温室の良い自然比較を使うことも多くなっている。鋭は 1920年に美人によって発明された。それ以前のリオのカーニバルにおけるサンバではパンデロが最も低音でサンバの基本的な楽器とされていた。スルデューとは直訳すればろう者のことであるがビジが初めて公開した時に周囲からこれはあまり音が聞こえないと言われたため彼はこの楽器をスルドと名付けたというありがとうございます。